Welcome to Superstar Channel。 あゆなちゃん、おはようございます。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 今日なんかあのこの、はい、前回この開発したと紹介されたこのマップ、そうですね、はい、110の方、はい、をなんか板金してするお手伝いをしてくださる方が来ていただけるという話を伺ってて、そうですね、なんとやっぱあのあと反響がすごくてですね、YouTube を見て、まあ、僕が直す、僕が何か部品を提供するとかっていろんな連絡いただきまして、 ありがとうございます。ありがとうございます。本当にあのぜひよろしくお願いします。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 ね、やっぱね、活動資金っていうのがやっぱ大事になってくるんで、そうですね、もう、はい、本当にあのあんまり お金があんまりお金がない、あの安月給でちょっと社畜生活をしているので、ちょっとなかなか、あ、そうですね、はい、なかなかね、良さが出てこないんですけど、はい、なんであの本当に皆さんから温かいちょっとお声掛けいただいて、あの本当にありがとうございます。なんでちょっと今日どんな方が来てくれるのかすごく楽しみです。はい、で今日はですね、まあ、近所の方なんですけれども、まあ、この車を見てちょっと僕板金やってるんで、まあ、直して行こうという方が来られてますので、ありがたいです。今日から始まるなっちゃん板金シリーズ、はい、何年がかりになるかわからないですけど、ちょっとやっていくかな。 できれば早く走りたいです。もうそうですよね、もう前回スポランとあと、YZ すごいかっこいい走りを見てたんで、なんか私もこうハンドルを握りたいなっていう、ハンドルを握りたい、そんな気持ちになってきたなってきました。あ、じゃあいいですね、今日ね、はい、シートとハンドルも届いてるから、まあいろいろと撮影しながらね、はい、直していくっていうのをまた一つの企画としてね、やっていきましょう、はい、じゃあ早速ね、今日来ていただいているご紹介しましょう。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと緊張してるんで、あ、緊張してます。初出演の、はい、ヨコさんでございます。板金屋のヨコです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、まあ YouTube の方を見ていただいてどうでしたか。まあ本当に正直な話で、はい、あのまあいろいろと素質持ってそうだなっていう正直な感想です。 ありがとうございます。命で、このなっちゃんの 手助けをしていただけるということで、はい、本当にありがとうございます。させていただきたいと思います。で、ちなみに今日、まあ車ね、見ていただいてどんなような感じの計画で進めていく感じですかね。まあ、自分が見た限りだと、まあフレームの先端の方だけがあの激しくいってるだけで、まあ奥の方は大丈夫じゃないかなっていうような形でもありそうなので、はい、会社の方に余ってるあの鋼材の端材を使ってあのサポート周りを作っていこう。おお、オリジナルで、じゃあオリジナルで、まあそうですね、ラジエーターインタークーラーを作るように、うん、まあ、ちょっとその他の部品があとどうなってるかっていうのはちょっとわからないんでそうですね、まずはあのフレームをあの、ね、ラジエーターとインタークーラーがつくようになれば、とりあえずエンジンはかかるんじゃないかと、そうですね、いうところなので、まずそこまで行った後に、まあ、こういうのはまたちょっとおいおいと、こういうのね、見えなくてもいい今、いやちょっと見えないでドリフトするってなかなか歴戦の猛者の方でも難しい。難しいよね。じゃあガラスはじゃあどうにかね、はい、あの予算の都合でアクリルになるのか、ちゃんとしたガラスにするのかはまた考えて、はい、とりあえずはね、まずこの何でしょう、何とも言えないこの車を、はい、そうですね、エンジンをかかるようにしていきたいな、はい、そうですね、この車のエンジンの音がもう早く聞きたいので、まあ、マフラーね、今ね、つぶついてないけどね、壊れちゃって本当になんか、よくわかる、あの、すみません、私もちょっと車のことよくわかんないことがいっぱいなんですけど、はい、なんか、じゃあいろいろ課題が、ね、そうですね、まあそういうのもね、勉強してって愛着を持ってこの車でね、はい、練習してもらえればというところですので、はい、頑張って今日からちょっと、少しの間、はい、ご協力いただきまして、はい、ぜひ走れるように、はい、そうですね、走りたいですもん。はい、カメラこちらでございます。走りたいちょっと楽しいチャンネルをお届けできるように、はい、頑張っていきます。わかりました、はい、じゃあちょっとじゃあね、今日からですか、今日からじゃあやっていくということで、はい、僕はお仕事があるのであと2人お任せします。あ、3人です。はい、あのバイバーイはい、じゃあやっていきましょう。はい、あのじゃあぜひよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、まずはじゃあボンネットを外しましょう。ボンネットを外しちゃう、外さないと邪魔じゃないですか。
やってる最中に大体ガタガタしてこう通ってきて頭ぶつけるといつものパターンになる。あ、そうなんですか。まあやりたいならいいよ本当に痛いからね、この辺の方。あ、結構なんか飛び出てるからちょっと危ない。そう、頭切れるからね、本当に。あ、それは危険ですね。なちゃん、ちなみにそれ何かわかる？わからないです。何ですか？メガネ、まあ、通称はメガネですよね、確か。そうそうそう。あ、通称メガネ。メガネっぽい。そうやって覚えていただくといいですよ。そういうのもね、やっぱり視聴者さんはこう全く初めてのこのなっちゃんの成長を楽しみにしてるんですよ本当にもう無知すぎて、もうこれだから、そうやってこうやって覚える。あ、目の位置だいぶずれるけどね目がね、うん、何にも見えないという。なんか10と12 サイズかな、じゃないのかな。さあ、これは何だろう本当にごめんなさい、工具の名前もわからなくてよ。あ、まずね、こういうもう全部覚えましょう、やり方からね、はい、はい、教えてもらって、はい、はい、じゃあちょっとぜひよろしくお願いします。ボンネット落としてまず痛い思いをして あやっぱり注意してやらなきゃいけないんだいや、ほんとに痛いですね、これは。でもちょっとこの危険な突起があるので、やっぱりボンネットは外すべきだと思います。危険です。これちゃんと込んだ方がいい乗り突っ込みが、あ、まあ自分でやってくれたらいいよ、それは。自分で言ったよね今自分で。でも、はい、じゃあちょっといいですか、はい、どんな感じの作業、流れでいくのか、ちょっと、まあ、自分のやり方としては、まず最初にこのボンネットダンパーと呼ばれる、はい、まあ、要はこれ、あの、普通っていうか、ない車は、はい、こういうところにあの、ボンネットサポートっていう、あの、つっかえ棒、はい、簡単に言えば、それを穴に入れて、はい、要は落ちてこないように。あ、なるほど。で、代わりに、あの、車によってはこうやってボンネットダンパーっていうものがついていて、おー、これで、あの、ガスとオイルの圧力でもって、はい、あの、まあ、ちょっと重いようなものとか、はい、でも開けたまんま維持すると。あ、なんかもう すごいですね、あの、ちょっと高級車とかそういうのじゃなくて、まあ、高級車とかには結構ついて、で、まあ、一番よく見るのがあのハッチバックとか、あの、まあ、ベルファイア、アルファードとか、ああいうのあのリアハッチのゲートのところに、トランクの あそこに。そうなんですね、ちょっと今度よく見てみますで、ちなみにあのちょっと古い車でへたってくると、はい、あの上げても、はい、しばらくすると落ちてくるんで非常に危険です。落ちてくる、あ、それはとても怖いですね。で、それで、何度かボンネットに食われたことあります。あ、いや、ちょっとダンパーという結構あのすごい便利でかつ危険そうな、なんかちょっと古いものは危険だなっていうのはちょっと勉強になりました。はい。で、じゃあまずはここをあの緩めてもらう形なので、はい、このスパナ、スパナで、時計と反対方向、時計回りじゃなくて反時計方向、時計回り、左回り、頑張れなっちゃん、その向きだ、力入らないよ、落とした方がいいよ、あの、うん、力かかる時、どうしたら、師匠のお手本、あ、すいません、必ずというか、まあ、一番どこなのか、あ、下にあの下ろすとか引く、あ、下ろす引く、押すよりかも引く、その方が力が入りやすい。あ、そうなんですね。で、まあこれで徐々にこうぐるぐる、ちょっとこの手が面倒くさいんで、あ、確かにもう地味、片っぽ置いといたら道具ちょっと持っている、はい、いいですか。あ、ごめんなさい。なんかこうやって考えると、なんか本当に整備をされてる方というか、そういう修理とか車に携わる皆さんは本当に日々右か左かで悩むんですよ上から見るか下から見るかで、たまに逆ネジとかあるから、ね、逆ネジあれどっちだろう、そんな悩んいろいろあるんですか。で、目を見ようとすると老眼で見えなくて、あ、これどっちかな、そんなことあるんですか。はい、これから経験すると思います。あ、外れます。引っ張るんです。引っ張る、これでいいです。
なっちゃんが集中しております、うん、無言の絵がついております。視聴者って方がいらっしゃるんで、あのなんか適当に喋りながら昨日の夕飯でも、あ、本当にちょっとこのすいません、集中してます、全集中してました、全集中。いやでも、あ、撮りました、はい、はい、でちょっと先に撮り忘れた、先にこのウォッシャーホース、ウォッシャーホースを外しておかないと、あのボンネットにくっついたままだって引っ張ってちぎっちゃうこともあるんで。ああ、わかりました。あ、なんかこんな風にもげちゃうんですね、もげちゃうというか、これはちゃんと外した、あ、外した、刺さってるだけです。あ、刺さってるだけなんですね、わ、はい、かりました、はい。で、次はあのボンネットの、これあのこれがヒンジっていう部品で、ヒンジ、あのまあ家のドアとかだったら長板になってる、支点になって開く、はい、それがヒンジっていう部品です。あ、ヒンジ、はい。じゃこれもそれをボンネット側の方からで、スパナよりかも、はい、こっちのメガネの方が力がかかるんで、あ、メガネ、これでかけてもらって、これは下に下ろす。ちょっと頑張れ。どんどん足が開いていっています。あれ？そこがね硬いのよ。これは出ないようになってるから。だからさっきもう一個のドブロがあった。持ってます。そうそう、だこういう長いのだと、もっとテコの原理でね力が入るから。テコの原理？あ、はい。物理的な。ここはやっぱりこの視聴者はこのね、この苦しんでる姿をやっぱ見たいんですよ。ド S ですか？本当にごめんなさい。楽に緩めるんであれば、これで片手で力かけながら、はい、その手の体重をかけるんですよ。手を叩く。ほら、言うんだ。ああ、すごい。ああ、すごいですね。なんかこう物理的な。ものなのかもしれないですけど、ちょっと本当に勉強、すごいですね。で、まずは全部緩めずに、はい、少し緩めたら次下側、あ、次下側、これも、おお、すごい賢くなりました。車についてちょっとなっちゃんレベル2、レベル2ぐらいで、なっちゃんはレベルアップした、レベルアップした入れといてください、なんかうまくテロップが、はい。これで反対側を、はい、こんな感じで、それも時計回りになって、ちょっとまあ場所的にやりにくい、今度下から叩き上げるような感じで、下から叩き上げるような感じ、はい、あ、ちょっと、なんか私やり方はいけないんだな、日頃のストレスを思いっきり引っ張るだよあの上司に対する、両親に対するストレス、はあ、ちょっと見られてるとまずい気がします。言っちゃいけないよ名前はお、来た、お、上司の上司、その闇パワーを駆使するしないように痛いですけど、じゃこれぐらいで、こっちから入りづらいね、なんか難しいですね、この場所選びが。もうなんかこのヒンジのここのところでもうなかなか、あ、なんか若干息切れてない？なんか思いのほかいろいろ力んでて、あ、じゃあこれはもう全部ゆる、これでとりあえずで、ここでじゃあこういう、それはなんというラチェット、ラチェットで、これで要は、あ、すいません、片側、はい、今回るように反対にすると今度逆回りでロック、あ、なんかその つまみが、つまみでオンとオフがあって、オンが、はい、右方向でロックかかってるんで、はい、左に回すと、あ、カチカチってぐるぐるって回って、うん、でまた次の動作に移れる、あ、そうなんですね、なんかそんな便利道具が、ラチェット、これで本当にやると、これ今締め付けになっちゃって、これで緩める方向にすると、おお、手首のスナップだけで、はい、すごいですね、いいですか、はい、ありがとうございます。でまず、上側のネジだけ、上側だけ、手首だけ、はい、
ました。まあ重いものなんで、はい、できれば2人がかりで。2人がかり。はい。で1人が反対方向で。あ、骨と支えてるんで、はい、意外と押さえてなくても。あ、早いです。今日は早いです。一番反対してます。はい。すいません。じゃあこれであとボンネットを下に落とさないように。はい。あ、ガラスと。これ割れてないガラスだとガラス割っちゃう可能性あるんで。ああ、危ないですね。必ず下に手を入れて。手を入れる。ちょっともうどうしたらいいですか。すいません。3人目を入れます。3人目が。スーパースターの神戸で。ありがとうございます。すいません。ちゃんとやっぱね、失敗しないと。ああ。フロントガラスを割っちゃうっていう。まあもう割れてるから多分。そうそうそう。もう、あ、取れました。いいですか。大丈夫です。はい、はい、もう使わないボンネットだから上乗ってもいいよ。なんかかわいそうな感じがしてきます。じゃあそれ使おう。じゃあなっちゃん、ネジだけ救出してあげてください。スーパースターの足の下に敷かれました。ちょっとここいいですか、こういったままとか。基本はね、戻しといた方がいいと思う。戻しとく、刺しといてけばどこのネジか分かんなくならないじゃん。あ、同じようなネジがね、山のようにあると取ってきて忘れちゃうから、はい、こっちは刺さないな、ボンネットに回る。スッスッスッでやりました。スーパースターチャンネル乗っ取られちゃうね。なっちゃんチャンネルになりますね。占領計画。占領計画。そんな計画が進んでたんだね。なっちゃん、入りますか。はい、あ、これ軽くでいいですか。軽くで、はい、抜けなきゃいいです。じゃあこれぐらいで、はい、大丈夫です。すいません、ありがとうございます。これで一回シャッター。